レファバム・ゼイビは、イスラエル・エルサレム出身のイスラエルの軍人、政治家、イスラエル国会議員を4期務めた。将校として、当初、ユダヤ人実刑団、ハガナー及びパルマッハ、後に、イスラエル国防軍に勤務した。各中東戦争の従軍者であり、参謀本部作戦課長、少将の階級で退役した。また、ゼイビの息子の名はかつて所属していた。 組織の名である、パルマッハである。1974年から1977年まで、イスラエル首相、イツハークラビンの情報活動、テロ対策問題担当顧問だった。1988年、自身が創設したモレデット島から出馬市政界へ進出、国会議員となり、4期務める。ラビメールカハネが主催する宗教原理主義政党、カハが激しい球団を受け、 非号放火されたため、その受け皿となった。税理は、政界でも左右派の論者として知られた。同党は、パレスチナ人をヨルダン人とみなし、凶悪犯罪を犯した際にはヨルダンへの追放を主張していた。ヨルダンは1967年の第3次中東戦争までは、ヨルダン側西岸を支配し、人口の7割はパレスチナ人である。 イツハーク・シャメール政権には、無人首相として入閣を果たすが、1991年のマドリッド和平会談に抗議し辞任。1996年に発足したベンヤミン・ネタニヤフ政権では、格外協力という形で政権に参画。1999年、モレデット党は、徳馬党及び我が家イスラエル党と合流し、議会で国家統一から、 我が家イスラエル会派を形成した。アリエル・シャロンの国民統一政府では、観光省だった。ユダヤ教の帽子、キッパーを常時着用し、そのアラーブパレスチナに対する強硬姿勢から、敵も少なくなく、常に拳銃を携帯していた。2001年10月17日、エルサレムのハイアットホテルで、PFLP 所属のパレスチナ人テロリストにより、暗殺された。 ゼイビは17日朝、同ホテルで夫人と共に朝食をとった後、一時的に夫人と離れた感激をつく形で銃撃が加えられた。ゼイビは暗殺される2日前に、アリエル・シャロン首相が歴代の首相として初めてパレスチナ国家創設に言及したことに抗議し辞任。辞表発行を目前にしての暗殺劇であった。自身が党首を務めていたモレデット党の党首は、 側近のベニー・エロンが後を継いだ。2007年12月暗殺事件の実行犯に終身刑の判決が下された。ありがとうございます。